皆さんこんにちは、ワンダリグルフィッシュです。では今回は久しぶりになります、ハーツオブアイアンをプレイしていきたいと思います。現代モッドを使っていこうと思うんですが、シナリオがですね、2000年と2016年と2つ用意されています。今回はこの2016年の方を選択していきます。プレイする国なんですけども、まあ、2016年当時ということもあってですね、まあ、顔ぶれ中には懐かしい人もいたりしますよね。日本だと今は菅さんになってますが、当時は安倍さん、アメリカはオバマさんですね。面白いところではロシア、プーチン大統領、これが確か2034年とかそれくらいまで大統領の任期が続けられるっていうような、ね、法案を通したとかっていうニュースを見ましたけども、いやー、プーチン大統領もうちょっとやってることが突出してますよね。さて、今回選択する国なんですけども、今回はここ中華民国台湾をプレイしていきたいと思います。現代モッドになってますので、まあ、台湾というところになってるんですけども、まあ、ワールドワイドで見るとどうなんでしょうね。台湾を一つの独立国家として国交を結んでいる国っていうのは実は多くはなくてですね、まあ、それは全て中国への配慮、遠慮があってのものだと思うんですけども、まあ、非公式に外交を国交を持っているところはたくさんあると思います。なので今回は中国からの完全なる独立を目指して打倒中国というシナリオをね、考えてプレイしていきたいと思っています。では早速始めていきましょう。難易度は標準で進めます。はい、ではまずですね、状況から確認していきましょうか。首都は台北に置かれてますね。まあ、ここには陸軍がいくつか置かれているのが見えます。で、南の高尾、ここにもね陸軍がありますね。全体の数を見るにはですね、一番いいのがここだと思いますので、ここから見ていきましょう。まあ、師団の数はご覧のようにざっと20ぐらいだと思います。まあ、この師団で大国中国とどう渡り合っていくかというところになりますね。まあ、特に海岸の防衛、水際で中国軍を防ぐという意味では陸軍は必須の戦力になると思います。続いて海軍です。海軍がですね、やっぱり言っても、まあ、しょぼいと言わざるを得なくて、まあ、駆逐艦、これがですね、まあ、全部で31隻、潜水艦が4隻という戦力になっています。これだと大国中国の海軍に歯が立たないというところになりますので、まあ、いかに早く味方を増やしていくかっていうのがね、この台湾の真の独立を勝ち取るために必要な内容になってくるかなというふうに思っています。飛行場は敷地内に一つですね。これで制空権を、盤石なものにする必要がありますので、この飛行場で、拡張していきたいと思います。続いて国家方針から確認していきます。国家方針、特に台湾独自の、グレートなものはないんですけども、最初に選択して二者択一というものがやっぱりどうしてもいくつかありますので、ちゃんと計画を立てて進めていきたいと思います。ではまず陸海空の軍関係の国家方針ですけども、これはもう至って標準的なものですね。今すぐ急いでやらなきゃいけないというものはないかとは思います。まあ、経験値とか必要な時に取っていければいいかなと思います。で、早速二者択一が連続で迫ってくるのがこの思想的方針のところなんですけども、まず個人の自由を選ぶのか国家の強化を選ぶのかで大きくツリーが分かれていきます。で、国家の強化の方を見ていただくとですね、共産主義やらファシズムやら君主主義やらというような言葉が並んでいます。一方、個人の自由の方に進むと、まあ、民主主義の方向に進んでいくような流れになっていますね。まあ、今回は中国からの完全なる独立、中国とは方針をやっぱり変えていく必要がありますので、
マップ左側のツリーを選択していこうかなと思っています。そして一番最初に入れていきたいのがこの工業の方針ですね。軍需産業系をある程度進めてですね、脆弱な軍事力、これの強化が必要になってくるますのできますので、軍需工場をたくさん建てていきたいと思います。ではまず工業の方針を選択していきます。続いて研究ですね。ここまずセオリー通りですね、産業工業系をいくつか入れています。まあ、一つが現代型産業ロボット、少しね画面小さいので読み上げますが、工場のセンサー量プラス 20%、 これ大きいので取りに行きます。続いて現代型 CIM ソフトウェア、これもですね生産効率成長率プラス 10% のボーナス欲しいので取ります。で、モダンデストロイヤーアラームメントなんですけども、これ駆逐艦のアップデートになります。残念ながらですね、やっぱり台湾の、造船能力を考えた場合には大型艦、例えば空母みたいなものを数用意するのは難しいと思いますので、あくまでも小型の艦艇、駆逐艦、フリゲート艦、こういったものをね、数揃えて海岸の防衛に当たりたいと思いますので、その駆逐艦の攻撃力を増す、研究を加えています。そして致命的なのがですね、この戦闘機関係、航空産業関係なんですけども、まだ2000年にすら到達していないのが残念ながら今の台湾です。これだといざ中国が攻め込んできた場合、中国と開戦した場合、どうあがいても台湾の上空、これを防空することが難しいと思いますので、この航空機のアップデートは最優先重要課題として掲げていきたいと思います。そして最後は禁断の核、これはですね航空戦力をしっかり育てた後、中国に対して独立戦争を仕掛ける最後の切り札として禁断の核開発、これもね視野に入れて原子力の研究を進めておきたいと思います。ただ原子力の研究が終わったからといってですね、すぐに、核爆弾が作れるというわけではなくて、施設を作って初めて核が生産され始めますので、まずは準備のための原子力研究という位置づけで始めていきたいと思います。続いて軍の再編も行いました。軍は2つに分けています。北側台北を守る部隊と南方高雄を守る部隊に分けてあります。続いて海軍ですね。海軍は3つに分けました。駆逐艦艦隊を2つ、そして潜水艦隊ですね、合計3つの艦隊を用意してあります。空軍は飛行場に配置済みです。これでまずはゲームを進める時間を進める準備が整ったと思います。で、生産関係なんですけども、軍需工場が思ったよりひどい状態で、師団を編成している装備をね生産するにも足らないという状態なので、やっぱり一刻も早くですね軍需工場の数は用意をしていきたいと思います。続いて貿易関係なんですけども、鉄が全然足りていないので、鉄は韓国から輸入することにしました。どうしてもねシーレーンという意味では遠いところ、例えばねアメリカなんかから何か輸入するってなると結構厳しいので、近い韓国から、今回は輸入をまずはしていきます。今後の情勢見てこれは変更する可能性ありです。そして生き残りのために最重要になってくるのが外交ですね。今台湾はアメリカから独立保障を受けている状態ではあるので、もしこの台湾がどっかから攻められた場合、その可能性が一番高いのが中国ということになろうかと思いますが、その中国から攻められた場合にはですね、アメリカが台湾側として参戦してくれるということになっています。ただ一番近いアメリカ軍の基地沖縄、ここはあまり戦力が入っていないので、もし本当に電撃的に中国と開戦に至った場合はですね、少なくても所詮は台湾の自前の軍で持ちこたえる必要があるというのは変わらないので、しっかりですね軍の増強は行っていきたいと思います。
基本的に外交はですね、アメリカとはもちろん仲良くするんですけども、独自の陣営が築ける、そしてそこにたくさんの国が参加してもらえるように多くの国と仲良くはしておきたいと思います。ただし仲良くするのは同じ思想を持っているところですね。台湾のように民主主義の国が、まあ、例えば中国のような共産国家に対して、まあ、いくらですね外交で親善を図ったとしても効果は限定的なので、あくまでも今回はヨーロッパや日本、アメリカといった民主主義の国々と、外交を、ね、しっかりやっていきたいと思います。では時間を進めていきましょう。まあ、最近だとねミャンマーなんかがクーデターが起きて、完全にね軍政権になってしまったというところもありますしね、本当に場所によってはまだまだ民主主義が行き届かないところっていうのがたくさんありますからね。まあ、民主主義のいいところ悪いところいっぱいありますけどね、まあ、その中でも日本の民主主義って本当にどうなんでしょうね、いいところ悪いところ、いっぱい出ちゃってる最たる例の一つだとは思うんですけどね。このコロナの対応一つ見てもまさにそのいい例が悪い例がいくつも挙げられるんじゃないかなと思います。さてではこれから、まあ、相対する仮想敵国となる中国の周り確認しておきましょう。まあ、中国もちろん軍事力すごくてですね、まあ、まともに戦って戦える相手ではない状態です。でまだ我々の方は情報機関も十分に整っていないので、まあ、ご覧いただいている通りハテナがずらっと並んでますね。まあ、ただ軍事力は10倍以上、まあ、100倍ぐらい持ってるかもしれませんね。でその他で言うとですね、まあ、ベトナム、あとは、まあ、ラオスなんかもありますしね。あとは僕の大好きなタイ。タイで言うとやっぱこのウドン谷ですよね。ウドン谷からですね、まああんまり言葉として正しいかどうかわからないですけど、まあちょっとやっぱり貧しい地域のようで、ここからですね、売春で出稼ぎでバンコクとかね、パタヤとか、そういうところにね、来る、人が多いみたいですね。話を聞いていると。で、首都バンコクはここです。こういうね、東南アジアの国々に対して、現実世界ではね、やっぱり中国がコロナを使った外交、ワクチン外交なんていうものをやっているっていうね、話も出ているようですけども、しっかり我々の陣営に引き込んでいきたいと思います。で、ポップアップ出てますが、2016年のリオデジャネイロのオリンピックのニュース出てますね。もう、2020年に行われる予定だった東京オリンピックの話が今ね、ちょうど聖火リレーもスタートして始まってますけど、どうなんでしょうね。まあ、それぞれ皆さんいろんな意見はあるとは思うんですけど、まあ僕個人としてはですね、オリンピックはやってもいいんじゃないかなと思います。ただし、観客とかはね、まあ、もちろん外国からの旅客に関してはもう入れませんというのは決定したみたいですけど、まあ、スポンサーとかね、大会の関係者とかももう本当に最小限にして、アスリートが、まあ、伸び伸びできるっていう環境だけ整えてあげればいいんじゃないかななんて思うんですよね。まあ、そのオリンピックも7月開幕という予定で、もう残すところ3ヶ月程度になってますけどね。またコロナが第4波を迎えようかと言われている中ですけど、まあ、注目していきたいと思います。さあ、続いて見ているのがインドですね。インドはこの後、中国をも超える人口、国力を持つ、ポテンシャルを持っているとも言われている、本当に、ね、大国化していくであろう国なので、インドともしっかり外交はしていきたいかなというふうに思ってます。で、何度か他のゲームの中とかでもお話したと思うんですけど、まあ、僕は外資系の企業に勤めてまして、まあ、中国人とインド人と、まあ、それぞれ一緒に仕事する機会というのが、まあ、それなりに数あるんですけど、あくまでも僕の個人的な感想なんですが、まあインド人は適当ですね。例えばミーティングの時間何時からというふうに設定したとします。まあ、当然中国もインドもですね、多少日本と時間のズレはあるんで、まあ例えばですね、日本のまあちょうどいいと思われる時間に設定した場合、まあインドでは
例えばですけどね、もう業後になってたり、お昼休みの時間になってたりとか、まあいろんなケースがあると思うんですけど、いずいずじゃあその時間でやりましょうねって決まったにもかかわらずですね、じゃあミーティングの時間になったんで、リモートのツールに入って、じゃあミーティング始めましょうってなったらですね、そのインド人の担当者、いやもう今日帰ってますよなんていうことが一度や二度ではないんですよ。何度もある。まあ、ただ中国はそういうのはなかったですね。まあ、あくまでも僕の場合ということなので、全員が全員そうだというわけではないですが、まあ、そういうのもあって、一緒に仕事をするなら中国人の方が個人的には嬉しいかなとは思います。まあ、ただ、好き嫌いで言うとインド人の方がはるかに好きです。では、国家方針ですね。一つ目の工業の方針終わりましたので、冒頭でお話した通り、軍需産業1、これを取りに行きましょう。建設スロット1手に入れて、さらに軍需工場も1個手に入るので、これやっていきます。で、この後なんですけども、軍需工場の数が全然足りていないというのは、見ていただいた通りなので、この軍需産業2、3、4、5を全部取りたいので、それのための前提条件、工業の開発、さらにその前提となっている民間インフラの1、これを取っていきます。これを取ったら軍需産業へと進んでいきましょう。では最後日本ですね。日本も情報全然持ってませんけども、まあ、この当時安倍さんという状況ですね。まあ、少しずつ政治ポイント入ってきてますので、日本に対しては、関係改善を送っておきます。まあ、震災の時なんかね、アメリカに次いで台湾が、まあ、大きい国ではないんですけども、一番義援金を送ってくれた、まさに親日国というね、嬉しい、いい国、台湾、日本という関係だと思いますので、ここは台湾、日本間の外交をしっかり維持しておきたいと思います。ではまた時間を進めていきましょう。はい、3つの研究終わりました。それぞれ次の研究をスタートしていきます。はい、では国家方針ですけども、この後軍需工場2、3、4、5と進めに行くにあたっての前提となるこの工業の開発、これを行っていきます。で、さらに研究の状況もですね、ご案内しておきたいと思います。まず戦闘機マルチロール機ですが、2016年のものまで今研究を始めることができました。ようやく追いついてきたところですね。画面の右上、今2017年4月28日ということなので、一旦この第5世代のマルチロール機の開発まで完了して生産開始できればですね、今の世界のスタンダードな航空機の性能に追いつけるかなと思っています。で、その他でいうと原子力があと半年ほど、53日で、研究第1段階が完了します。駆逐艦も今4段階目のものを研究し中になります。で、その他工業系のところはですね、生産効率の上限、あるいは生産、効率アップ、そういったものを今研究していますので、これは引き続き行っていきます。で、世界の情勢の方なんですけれども、直近で起きているイベントこんなところですね。今国際緊張度 16% なので、まあ、大きないざこざは起きていないというところですけども、この後ですね、さらに国際緊張度が上がってくるようであれば、中国がね、台湾ちょっかいをかけてくるということもありますので、外交に関してはアメリカ中心に引き続き行っていきます。では今回は初回ということもありますので、一旦ここまでにさせていただいて、次回ですね、またこの続きをプレイしていきたいと思います。皆さんの、アドバイスとかご意見感想などあれば、動画のコメント欄もしくはツイッターの方までお寄せいただければ嬉しいなと思います。